ティル・オイ・レン・シュピーグルス・ル・スティゲ・シュトリシャ、ユナイテッド・ステーツ・ネイビー・バンド、2001、ティル・オイ・レン・シュピーゲルの愉快なイタズラ作品28は、リハルト・シュトラウスが1895年に作曲した、公共詩である。14世紀の北ドイツの伝説の記人、ティル・オイ・レン・シュピーゲルの物語を、シュトラウスの巧みな還元落法で音楽化した作品であり、ロンド形式による昔のブライの物語という、 副題を持つ。シュトラウスは、公共詩の第三作、詩と変容の後、オペラの作曲に意欲を見せた。しかし、ツユリル・キストラーのオペラ、オイレン・シュピーゲルに触発された、ティルを主人公とするオペラは未完に終わり、その後完成した初のオペラ、グントラムは、初演が失敗に終わったことから、オペラの作曲を一旦諦め、再び公共詩を手掛けることにした。 キルをテーマとした新しい公共誌は1894年から1895年にかけて作曲され、5月6日に完成した。1895年11月5日、ケルンにて、フランツビュルガーの式で初演された。日本初演は1929年5月19日、日本青年館にて、この江ひでと新公共楽団による。約15分従来の公共誌は3巻。 編成であったが、この曲から4巻編成が用いられるようになった。オーストリアの作曲家、フランツ・ハーゼニエールルは、本作を室内楽に編曲した、もう一人のティル・オイ・レンシュ・ピーゲルを発表している。編成は、バイオリン、コントラバス、クラリネット、ホルン、およびファゴット。原曲に忠実な編曲ではなく、全体に再構成されており、演奏時間は、 原曲のおよそ半分に短縮されている。AB、名曲解説前週4冠言楽音楽の友者。1959年、フランス語のエスピエグラという語は、オイレンシュピークルが語源になっている。ありがとうございます。